3月の原発事故後も、経済が優先される社会、今現在そうですよね、そこから取り残されている被爆問題をそれぞれの立場から取り組まれている方々の報告を、この場で皆さんに聞いていただきたいと思います。まず最初に弁護士の、井戸健一さんに、お忙しいところを来ていただいております。井戸さん、1979年より裁判官として任官し、2006年金沢地裁で滋賀原発2号機運転差し止め訴訟の一審を担当、裁判長として運転差し止めを、命じられました。2011年3月31日に退官後、現在は弁護士として徳島集団疎開裁判等に関わられています。今日お忙しいところこちらまで足運んでいただいております。では井戸さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今紹介に預かりました弁護士の井戸と言います。滋賀県の彦根市で今弁護士をしてます。非常に今日はいい天気で、子どもさんたちがもう自由にこう走り回ってですね、草の上で寝転んだりする姿を見て、本当に子どもはこうでなきゃいかんというふうに思いました。しかし福島ではですね、子どもたちは未だに自由に外で遊べないということに思いを馳せていただきたいというふうに思います。非常に楽しい雰囲気の中で、ちょっとなんか申し訳ないみたいですけど、ちょっと深刻な話もさせていただきます。今日本の社会はですね、福島の、事故はもうなんか終わってしまったかのような雰囲気になってます。PM2.5 のことは大きく報道されますけど、毎日いまだに福島第一原発からはですね、2億4000万ベクレルという放射能が、大気中に放出されていて、それを減らすめどすら立っていないんだけれども、そのことは全く報道されません。あれ、ハスはこっちで帰るんだ。テレビなどは福島の復興一色ですね。福島に住んでいる人たちが放射能にどれだけ、苦しんでいるかということは報道されない。テレビ局のクルーがですね、取材に来て、復興で頑張っている姿は撮るんですが、同時にですね、放射能に悩んでいるという話もするんだそうです、福島の人はね。ところが実際にテレビで、放映されるのは復興で頑張っているという姿だけで、放射能に対する悩みとかそういう話をしても、それは一切カットされるんだというふうに聞きました。未だに非常に、放射能のレベルは高いです。チェルノブイリ原発事故の時は、年間5ミリシーベルトを超える地域は強制避難ですね、強制的に避難させられた。それから1ミリシーベルトから5ミリシーベルトですね、年間こういう地域は避難の権利が与えられて、避難したいという人には、行政から手厚い援助がなされました。しかしそれでもチェルノブイリ周辺ではですね、大変な健康被害が広がっています。もうすでに事故から27年かな経ちましたけれども、今でもチェルノブイリ周辺の、ベラルーシとかウクライナとかいう国では、子どものうち健康な子どもは2割しかいない、8割の子どもは何らかの疾患を抱えていると、体育の授業もなかなかできない、授業時間も子どもが集中できないので短くするしかないと、そういうような状況だそうです。しかし日本ではですね、20ミリシーベルトまでは福島で生活しろというんですね。日本の国は自主避難する人はいますけれども、その人に対しては一切の保証をしない。年 5.2 ミリシーベルトを超える環境は放射線管理区域といいまして、放射線技術者が必要でなければ入ってはいけないんです。しかし、それ以上の環境の中で福島の人たち、子どもたちは生活している。24時間レントゲン室の中で閉じ込められているようなもんです。皆さんはレントゲン室で24時間、毎日毎日24時間生活しろと言われたら
どう思いますか。私なら絶対嫌です。しかしそういう環境に、福島の人たちは未だに置かれています。今年の2月に、福島県の県民健康管理調査の結果、3万8000人の子どもから10名の甲状腺がんが発見されました。確定が3名で7名は非常に強い疑いということですが、まず間違いない、まず10名ですね。で、子どもの甲状腺がんというのは100万人に1人と言われていた病気です。それが、事故から2年で、すでに3万8000人中10人、3800人中1人ですね。こういう割合で、発見されました。チェルノブイリでは事故後 4,5 年経ってから甲状腺がんの子どもが急増しました。この調子で同じように増えればですね、一体どれだけたくさんの子どもが福島で甲状腺がんにかかるんだろうと大変恐ろしい思いがします。で、それだけではなくて、放射能による健康被害というのはがん白血病だけではありません。心臓疾患、いろんな循環器系の疾患、それから糖尿病、白内障、それからいろんな異常出産で免疫が落ちるので、非常に感染症にかかりやすくなると、いろんな多彩な病気が生じます。で、すでにですね、福島ではそういういろんな健康被害が広がっているのではないかという話がありますが、きっちりしたデータが出てこないので、はっきりしたことは言えません。ただ気になるデータをいくつか、気になる話をいくつか紹介したいと思いますが、一つは福島県のデータあまり出てこないのですが、その隣の茨城県取手市、ここで、毎年小学1年生と中学1年生の心電図検査をするのですが、その結果、要精密検査になった子どもが震災前、と震災後で2倍増えているというデータがあります。2つ目は、日本心不全学会、お医者さんの学会ですね。これの昨年のですね、学術研究集会のテーマが、心不全パンデミックにいかに対処するか。心不全パンデミックというのは大流行ですね。心不全が大流行していると。どこで大流行しているかというと、福島、宮城、岩手なんですね。で、これにどう対処するかというのが学術集会のメインテーマになっているんです。一体これは何が原因なのか。震災によるストレスでしょうか。ところが今まで日本であちこちで大震災が起こってますが、それで心不全が増えたというデータはないそうです。今回が初めてだそうです。となるとこれは放射能のせいではないのかという素朴な疑問を持ちます。それから3つ目ですけど、去る5月8日国会でですね、南相馬、市立総合病院の及川副委員長という方ですね、この方が国会で証言されました。この大震災の後、脳卒中が65歳以上で 1.4 倍、で35歳から64歳の働き盛りでですね、 3.4 倍に増えているそうです。で、これは一体何なのか。ストレスなんでしょうか。これに放射能の影響というのはないのでしょうか。私は福島集団疎開裁判という裁判の弁護団に入っています。この裁判は福島県郡山市の子どもたち14人がもっと安全なところで教育活動をしてほしいと、行政の責任で、疎開させてほしいという、そういうことを求めて、訴え出た裁判です。訴え出たのが平成23年の6月で、12月に一審の福島地裁郡山支部で却下の決定が出ました。納得できないというので仙台高裁に不服申し立てをしましたところ、去る4月24日に、仙台高裁の決定が出ました。で、やはり、子どもたちの申し立ては認められませんでした。ところがその決定文中にですね、裁判所はこういうふうに言ってます。
郡山市の学校に通っている子どもたちは低線量の放射線に間断なくさらされており、これによってその生命身体健康に対する被害の発生が危惧される。児童生徒の生命身体健康について由々しい事態の進行が懸念される。除染の効果は限定的で、放射線による被曝の危険から容易に解放されない状態にある。被曝の回避のためには基準以下の地域に居住する他には通常取り得る手段がない。集団疎開は被曝被害を回避する一つの抜本的方策として教育行政上考慮すべき選択肢である。ここまで言っておきながら、子どもたちに由々しい事態の進行が懸念されるとまで言っておきながら、司法は子どもたちに手を貸さない、逃げたければ自分で逃げろという、そういう非常に冷たい決定です。しかし、裁判所がこういうふうに言ったということは非常に重要なことで、今まで日本の国は100ミリシーベルトまでは安全ですと、まして20ミリシーベルトなら何の問題もありませんと言い続けているわけですから、これは非常に大事なことです。ところでこのニュースのことは、日本のマスコミはですね、東京新聞以外は一切無視しました。全く報道がない。ところがこの日本が低線量被曝の問題にどう対処するかというのは国際的な関心事でして、ワシントンポスト、ニューヨークタイムズ、それからガーディアンなど世界中のですね、一流紙が写真入りで大々的に報じました。おそらく日本の方ほとんど、福島の方もほとんどこの裁判のことを知らない。要するに世界中で、日本人だけが知らないという大変いびつな状況になっています。で、一体、日本の国はどうして、この低線量被曝の危険性を小さく決めつけて、福島の人たちを福島に閉じ込めておこうとしているのか、そこが大事なことだと思います。で、それはですね、原発安全神話がもう通用しなくなったからだと思うんですね。今までは原発は絶対事故を起こしませんということで原発政策を推進してきました。しかしそれはもう通用しない。しかしそれでも今後も原発を続けたい、原発を輸出して儲けたいという人たちは、これからの原発は事故を起こすかもしれない、しかし起こしても大したことないですよと、大した被害になりませんよというふうに言って、国民をそう言いくるめなければこの原発政策を続けることはできないですね。で、そのために、こういう政策を取ってるんだというふうに思います。で、その犠牲になっているのは福島の人たちだし、福島の子どもたちです。で、このままこういう状況を続けていけば、今のベラルーシやウクライナ、将来の福島はこういうことになって しまいかねない、大変、危険な状況であるというふうに思います。で、このままほっとけないということで、日本中で民間のボランティアの方々が、避難保養プログラム、春休みとか夏休みとか冬休みとか、福島から子どもたちを呼んで伸び伸びと過ごしてもらう、で、放射能の少ないところで生活して体の放射能を少しでも減らしてもらうという、そういう取り組みをしています。この滋賀県でもいくつもの市民グループの方々が献身的に努力してそういう取り組みをしていただいています。しかしなかなか民間ですから資金力もないので、たくさんの子どもたちを呼ぶことはできませんが、とにかく行政がその必要を認めて、行政が動くまではですね、民間でそれを続けていくしかないと、そういう状況です。集団疎開裁判は終わりましたけれども、私たち弁護団はこの国のこの悪意の無策を追及するために、さらに第2次の裁判を起こすべく現在準備中です。この問題は福島の方たちだけの問題ではないですね。
いつ日本中が今の福島が置かれているような立場になるかもしれない。そしてこの若狭の原発の運転を止めてですね、滋賀県の私たちが安心して生活できるようになるためにも、この放射能の安全神話というのを打ち破らなければいけない。しかし、この話は一般のマスコミにはほとんど出てきません。市民一人一人が自分で情報を集めてですね、でこの問題について、関心を持つようにしていっていただきたいと。そして、この問題について、たくさんの方々がこれからも関心を寄せていただきますよう、お願いして、私の話とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、阪南大学経済学部准教授下地先生のお話です。下地先生お願いいたします。下地と申します。よろしくお願いします。なんでこんなところで喋るんだろうというお前誰やねんという人もいると思います。私はですね、非常に不良学者でありまして、論文も好き勝手なことをいろいろな分野に首突っ込んで書いてというような学者人生を送っております。皆さんの、高校にも僕のことを知ってくれている方がたくさんいて、でどういうところで知ってくれたのかといいますと、震災瓦礫に反対する運動でいろいろですね、目立つ役をやらせていただいたと、橋本市長とですね、やり取りをしたと、やり取りと言えるのかどうかですが、ありました。あるいはそのことがきっかけというかですね、それ以来の行動の中で、大阪府警に昨年逮捕されたというのがあります。そんなことがあって、私の名前がですね、本業と関係ないところでいろいろ知れるというようなことになりました。その逮捕されるに至ったいきさつですけども、まず一つ目としては、私 3.11 以後もう本当にこれは私たちが滅びるかどうかというようなぐらいの本当の危機に放り込まれたというふうに感じております。その以前から私たちの世の中には問題があり、それは何とかしなきゃいけないというつもりで、自分自身、経済学者なんですけども、経済学やその周辺の研究をやっていました。ですが原発事故が僕らに突きつけたものはもう一段深刻なものです。タイムリミットが一つできたということ、その環境破壊の問題っていうのはじっくり取り組んで間に合わなかったでは済まないわけですね。放射能なら放射能をばらまいてしまったと。でその後でこれはやっぱり間違ってたんだっていうことが分かってもどうしようもないわけです。ですから原発事故を境にして、私たちはこの社会がおかしいというところを直すという、それに取り組むという時に、もうタイムリミットが切られた、今までと同じペースでやってたらあかんというふうに思いました。もう一つは、そのタイムリミットが切られたっていう感覚を強く持ったのはですね、その原発事故への対応です。またその後の放射能汚染への対応です。原発事故のからですね、2日ぐらい経った頃に東京電力が一大決心をしたという話が伝わってきました。何するんかなと思ったら、原子炉に海水注入することを決断しましたって言ってたんです。で僕ずっこけたんですけども、今まで決断してなかったんかと。なんか海水を入れるともうその原子炉は使えなくなる、だから決断できなかったけど、もう事故が深刻なのでそうすることにしました、そういう話やったんです。そんなの事故の初日の段階で分かる話でしょうと。このぐらいものを分からない人が原発を動かしてるんだということで、心の底から怖くなりました。でその後ですね、与謝野薫さんという代議士の方、もう原発村の生え抜きの議員さんみたいな方ですけども、青ざめた顔でですね、さすがに原子力政策の見直しは必死でしょうというようなことをですね、記者会見でもうちょっと震えながら話されてたんですけども、1週間も経たないうちにですね、やっぱり原子力は絶対必要だというふうに自信満々で語るような調子になってたんですね。どこかでいらんこと言うたなお前ということで詰められたんだろうと僕は思います。でそういう一連の動きの流れを見てるときに、出来事がとんでもないことやから、これは怖い、止めようっていうふうに
やってる人は思わないんだってことがもうそこでもはっきり分かったわけです。原発を動かしてる人は我々が滅びるまで自分の力では止めません、自分の意思では止めません、そのことははっきりしました。その後の放射能汚染についてもそうです。先ほど疎開裁判の話がありました。福島の人たちが放射能の不安をちゃんと語ってるのにメディアはそれを取り上げてくれない、復興頑張ってる話しかニュースにならないって言いました。これ避難者でも同じこと僕たくさん聞いてます。避難してきてインタビューとかいっぱい受けたと。で、避難先での黒話は記事になるけど、どんな健康被害を受けたとか、こういう症状が出たんだとか、そういう話は記事にならないんですって、何人もの方から聞きました。私たちの国は明らかに放射能の汚染の被害というものを隠そうとしているというふうに思った。で、それで僕は震災瓦礫の問題はその中のつながる問題の一つとして非常に重要な問題だとそのことで気づいて、震災瓦礫の、広域処理ですね、全国に運ぶということに反対する運動に、もうできる限りの力を注ごうということで、2012年のですね、2011年暮れからですね、その運動に関わるようになりました。で、2年近くですね、1年半ぐらいも経ってやってきて思うのは、やっぱりその環境省とかですね、国がやってることでたらめあったと。これはもう僕ら本気で暴れなあかんというふうに思っています。で、我々本当に力がないので、これどうやったら変わるんだろうということでですね、思うんですけども、ここをちょっと持ってきたのはですね、プフルークバエルさん、セバスチャン・プフルークバエルっていうですね、ドイツ放射線防護協会の方の、本で、そちらで売ってます。僕も今日買ったんですけど、この方僕2度ほどお会いしてまして、彼は東ドイツの支配下で、物理学者をやっていて、そしてチェルノブイリの事故の影響を東ドイツも受けてます。その中で東ドイツの人々に放射能の危険性についてですね、啓蒙するような活動をもともとされていた。他にもいろんなその、活動されてるんですけども、でも東ドイツって今の日本よりもずっと自由のない国です。言論の自由もない、出版の自由もない。どうやってたかっていうと、放射能の危険性について学問的な議論を自分の老いとしているかのような体裁の手紙を書くんですね僕の名付けの息子の何々君と、君はこの前この論文についてこんなこと書いてたけれども、その君の解釈は全く正しいよとかですね、そんな感じの放射能の危険性について甥っ子と手紙で会話をするような、そういうものを書いたんです。で、それがいろいろな人の間を渡っていって、チェルノブイリ原発事故後の東ドイツの人々が放射能からどうやって身を守るか、そういうことの知識をそうやって広めていったんですね。で、他にもいろんな努力があったと思います。ほんまに秘密警察がおって都合の悪いことを言う人は捕まえるような社会でも、そうやって社会でおかしいっていう認識を広めていくってことをやって、あとは皆さんご存知の通りです。ベルリンの壁潰して統一ドイツ作ったわけです。しかも統一ドイツができた後の国というのは、そこにもですね、日本に古文ができてますけど、緑の塔がいろんな形で、最初はもう奇人変人の集まりやと言われながら、ドイツの政治の中に関与していって、やっぱり今50年振り返ってみれば、緑の党を含めていろんなドイツの新しい勢力がいろんなドイツの政策も変えていったっていう歴史がありますと。で、あんな国に今なってる。で、話がどんどん進んでいってますけども、ものすごい深刻やなと思って、これはもう大慌てで大急ぎで戦わなあかんと2011年の3月に思って、で、瓦礫の反対運動をやってですね、なんでそこまでやんのとか言われますけども、そんなん、死にたないですし、でその辺走り回ってる子供とか見てたら、彼ら文句言えないですもんね。彼ら文句言えないっていう時に何もせえへんっていうのありえへんやろうと思います。で、このセバスチャンがですね、皆さんこのセバスチャン・プフルークバイル博士のことを親愛を込めてセバスチャンと呼ぶんですけども、彼はこういうことを書いてくれてます。どこや、ちょっと読みます。私たちには力はありませんが、真実を述べるのに力は必要ありません。私たちは君たちに、子供たちにですね、これからも私たちができる限り真実を探し求め、語り続けると約束します。私たちは君たちに諦めないと約束します。私たちは私たちがやり遂げられなかったことを君たちがやり遂げてくれると信じています。そして君たちの子供たちがいつか聞くでしょうと。あの頃の放射能って何だったのと。で、
彼は確かにこの東ドイツチェルノブイリの影響も確かに深刻ですし、日本の福島の事故の影響も深刻です。これから大変な被害が出てくると思いますが、でも僕ら生きるのやめるわけじゃないし、もうみんなでも諦めて人類の未来ないから集団自殺しましょうって話でもないですよね。どんな深刻な未来があるかわからないんですけども、僕らは別にそれを諦めると決めないのであるならば、じゃあベストを尽くすっていう責任があると思うんですわ。それで、まあ、真実を語る、それは力なくてもできるよと。真実語ってるとでもですね、僕みたいに逮捕されることがあったりするんですけども、でもそこはですね、でも怖いと思うのは当たり前ですので、怖い中でどうしようかってことを皆さん一人一人の工夫で考えてみてくださいと。先ほどセバスチャンの話でも紹介しましたが、出版の自由がない世界で手紙の姿に託して放射能の危険性を人々に訴えるという活動をする。で、今の日本やったらもっとできることあると思うんですよ。で、世の中変えるっていうのはやっぱり基本は隣にいる一人を説得するってことだと思います。で、隣にいる一人って誰かっていうと、僕らですね、意外と普段自分と考えの近い人とはいろんな政治的な意見の交換とかするけども、まあ、なんていうんだろう、憲法改正賛成とか言ってる党の支持者の人とかはなんかそういう話避けてたりとかしませんでしょうかと。僕らはもっと率直にですね、ほんまにそれでいいと思ってるかと。そういう完全にはっきりと立場の違う人と喧嘩になるかもしれんけど、僕それ喧嘩になってもいいと思うんです。そういうはっきり立場が違う人に、ほんまに君それで僕らの未来良くなると信じてますかっていうふうに真顔で聞くっていうの大事だと思うんです。で、僕も時々言われます。そういう例えばですね、君みたいに信念持ってそんな怖いこと要せんわ僕はとかって言われるんですね。で、そんなことない、できるよと。で、あるいはやらなくてもできることありますってと。同じことはやらなくてもいいけど、いや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 とか言うんですけど、でも何にもできることないって嘘ですよねって、一つぐらいありませんかって、電話一本かけるぐらいできませんかってやっていくと、最後相手怒ります。怒りますけど、でもそういうやり取りを通じてでも僕ら分かることあるんです。後ろめたいんですよ、どっか。で、みんなですね、どっかでこれはあかんと思ってるし、自分もここにこういう今の状況に責任あると思ってるし、何かはせなあかんと思ってるかもしれないけど、面倒くさいからやらないし、でそのことでもまだ不安なんですね。だからやらない俺って当然だよなってどっかで言いたくてしょうがない。だからそこで皆さんですね、いやそんなことないよって、どんなちっちゃなことでもあんたできることあるよって言い続けると怒るかもしれないけど、怒らせたらいいんですと。で、そうやって誰でもが真実から逃げることできないので、今の世の中の現実こうで、で僕らはこの国で例えば日本国籍持ってれば選挙権持ってます、あるいは日本国籍がなくても物を言う口があって、おかしいことにおかしいって言わんかったらやっぱり責任果たしたことならへんやんかって思うこともできます。で、できることはみんなあるはずです。だから一人一人が全部それやりましょうと、やったら変わるやないですかと、というような話をして、で怒るかもしらんけど、彼は怒って家に帰った後で自分の言ってる話どっか辻褄合わんなっていうふうに悩むかもしれません。で、そういうのが積み重なってどっかで彼の行動が変わるかもしれないと思って信じてやります。で、みんなその真実を語るのに力はいらないっていうのはセバスチャン言ってますけども、根気はいると思います。時々やっぱりちょっと傷つくようなこともあるかもしれませんけど、もうこの後に及んで放射能に傷つけられることに比べたらそのぐらいなんですかってことで、みんなで頑張って励まし合いながらやりませんかということを言いに来ました。今日はどうもお話聞いてくれてありがとうございました。下地先生ありがとうございました。続いてスピーチです。市民発フェアな社会へ、NGO いい未来構想より長谷川ういこさんに今日はお忙しいところ来ていただいてます。長谷川さん、幼い頃から家族で市民活動に関わり、大学院では江戸時代の都市環境を研究、311の福島第一原発事故を受けて脱原発とエネルギー問題に取り組む NGO いい未来構想を設立されます。地元である京都や関西、そして福井県大井町で活動を行っていらっしゃいます。その過程で日本でも緑の党が必要だと強く感じられて、日本初緑の党の結成に関わっていらっしゃいます。今日お忙しいところ、来ていただいています。長谷川さん、どうぞよろしくお願いします。おはようございます。よいしょ。
皆さんこんにちは。はじめまして、緑の党の、NGO 意味来構想の代表で、そして現在は緑の党の共同代表でもあります長谷川ういこです。よろしくお願いします。皆さん、私はですね、実は江戸時代の下越の研究をしていまして、皆さん下越ってご存知でしょうか。まあトイレの中身ですね、あれをどういうふうに処理していたか、江戸時代どういうふうに循環させていたかということを研究していたんですが、 3.11 が起こった時、私は小さい頃から母のお友達でアイリン・スミスさんという有名な脱原発の活動家の方と、母がお友達でチェルノブイリ原発事故の絵本なんかをもらったことがあったんですが、自分のではそれはなんか遠い国のようなことのように思っていて、まさか自分の国で起こるとは思っていなかった。しかし 3.11 が起こった時、あ、本当に日本でも起こることだったんだと、自分が何もしてこなかったということにすごく衝撃を受けて、でこれは何かしなければいけないと思って、仲間たちと NGO を立ち上げて活動を始めました。そしてですね、今日、ちょうど今日です、今からちょうど1年前の2012年の5月26日、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。ちょうど大飯町で大飯原発の再稼働が問題になっている時でした。政府が無理やり再稼働しようとしていた大飯原発、これに対して住民の方たちに説明会を4月の26日に開いたんですが、みんなが心配だという声がほとんどだったのに、